然ですが、皆さんは伝説ポケモンのグラードンが色違いになった場合、どんな色になるかご存知でしょうか？そう、こんな感じの高級感あふれる金色になるのだ。いや、高級感じゃなくて百均感が漂ってるし、色違いどころかサイズ感まで違ってない？あとなんでサンドモンみたいな声になってんだよ。なんでモンつけたのだ。ポケモンだからかもしれない。というか、確かに体の模様とか色合いは色違いグラードンに似てるかもしれないけど、3.5 メートルあるはずのグラードンにしては小さすぎるのでは？まあまあ、ポケモンならサイズが変わるのはよくあることなのだ。最初は加湿器のグラードンかもしれないし。最初でもここまで小さくはならないよね。というわけで今回は、DLC 緑の仮面で解禁されたてのこの僕グラードンが。グラードンは DLC より前の段階で解禁されてたけどね。対戦で圧倒的な禁煙パワーを見せつけていこうと思うのだ。貧弱な進化前パワーしか見られそうにない。なるほど、グラードンに似た一般ポケモン、すなわち100均のグラードンといったところか。また別の100均性みたいなやつが出てきた。というわけでグラードンを名乗るそこの君、100均イエローとしてはが100均戦隊に入らないか。いや、前々から100均性の禁伝ポケモン動画を色々上げてたけど、本格的に100均ポケモンで戦隊組もうとしてる？わかった、入るのだ。かあ、100均で売ってるレトルトカレーよね。イエローのイメージが雑。よし、これであと一人で100均戦隊が揃いますね。というわけで揃った100均戦隊が見たい方は、よければチャンネル登録と高評価で応援いただけると嬉しいです。だから100均戦隊でチャンネルを乗っ取ろうとすなー。さて、それでは今回はグラードン会ということで、グラードンさん重視で対戦やっていこうと思います。グラードンさん重視？まず100均のグラードンことサンド。うっす、よろしく。サンドの進化系、サンドパン。頑張ります、よろしく。最後に本物のグラードン。よっす、どうも。一人だけ見た目と声が明らかに一致してない。サンドパン兄弟。団子三兄弟みたいに言うな。さて、DLC の一部新ポケモンはまだランク間に参加できないので、今回はカジュアルバトルで対戦することになりますね。カジュアルなので禁伝を4体採用することも可能です。禁伝1体しかいなくない？そろそろ選出を考えましょうか。まあ考えるとは言っても、動画のコンセプト的に、選出はサンドパン、グラードンの3体で固定なんだけどね。全員地面タイプだから、オーガポンやミズーラオスが明らかに辛そうだけど大丈夫だろうか。まあまあ、僕の禁伝パワーで何とかして見せるのだ。でもその前に、みんなの士気を高めるために、見た目が同じなみんなでサンドイッチでも食べるのだ。サンドイッチ。さて、お相手の先発はこのオーガポンか。そしてこちらはサンドだけど、進化前のサンドでオーガポンに勝つなんて絶対無理なのでは？いや、そんなことないのだ。なぜなら僕にはカウンターがあるし、進化の奇跡を持った HP 振りの僕なら、オーガポンの抜群ウッドホーンくらい余裕で耐えるのだ。マジかよ。おっと、まずは草分けで素早さを上げてきたわね。でも草分けならさらに余裕で耐えられるわよ。よし、これは早速僕の大活躍が見せられそうなのだ。というわけでカウンターを食らえ、へえ。余裕で耐えたせいで、カウンターのダメージが足りてないじゃねえか。ふふふ、楽しませてくれるじゃないか。まさかこの僕を本気にさせるやつがいたとはな。1試合目の最序盤で言うセリフじゃなくない？このまま行くと次の草分けで倒されてしまう。ならどうすればいいか。そんなの決まっている。草技を半減にするためにクステラスタルを切ればいいのだ。そのためだけに3度にテラスタルを。よし、どうやらウッドホーンを持っていたみたいだけど、草テラスタルのおかげで耐える。そして反撃のグラードンの必殺技断崖の剣でとどめない。いや、それただの自信。よし、厄介なオーガポンを突破できたのだ。ちなみに僕をクステラスタルにすれば、初手に誘いやすいキノガッサのキノコの胞子を無効化して隙を作れたりするから、グラードン統一を組むならクステラスタルがおすすめなのだ。そんな統一組む人他にいないだろ。さて、次に出てきたのはドラパルト。さすがに今の残り HP では抜群トンボ返りは耐えなかったわね。クッククッ、よく僕を倒したな。だがいずれ第2第3のグラードンがそなたに牙を向くであろう。自分のことを第1のグラードンだと思ってる？でも、第2のグラードンことサンドパンを出すには事前準備が必要だから、次はグラードンを出すことにしましょう。その前に、お相手はミズーラオスを出してきたね。水弱点のグラードンたちでミズーラオスに勝てるだろうか。まあグラードンは特性ひでりのおかげで、晴れで水技のダメージを抑えられるからなんとかな。このグラードンなんか僕と色違わない？通常色なだけだろ。色違いグラードン持ってなかったもので。さて、グラードンが水流連打を耐えてくれるかどうかだけど、このウラオスがこだわりハチマキを持っていて、かつ水テラスタルされた場合は耐えるか怪しいだろうか。と思ったら、毒テラスタルしてきたね。僕は晴れと相性のいいソラービームを覚えるから、ソラビ読みの毒テラスだと思うのだ。でも毒テラスタルなら地面技が抜群になるから、裏のサンドパンの自信で裏オスを倒せるようになるわね。というわけで、サンドパンの特性砂かきを発動させるために、グラードンで砂嵐を展開していきましょう。明らかに特性左のグラードンでやることじゃない。よし、これでサンドパンの砂かきが発動。そして次にオーバーヒートを打てば、脱出パックでサンドパンに繋ぐことができるわ。でも晴れがなくなって水技の威力が上がっちゃったから、水流連打でグラードンが倒されちゃったよ。クックック、よく僕を倒したな。だがいずれ第2第3のグラードン。それさっきも聞いた。2度あることは3度ある。それ言いたかっただけだろ。さあ、砂かきが発動したことで僕の素早さは2倍。冒険好きなただの音速なハリネズミさ。それ別のハリネズミなのでは？というわけで覚悟しな、ナックを。それナックルズ違う。
さて、ここは何を打つか考えどころね。裏のドラパルトを地震一撃で倒すのは無理だから。ここでアクアジェットを撃たれた場合、ドラパルトの攻撃を耐えなくなって負けちゃいそうだね。でもアクアジェットなら2回耐えられるかもしれないから、悪事を読むなら断崖の剣の前を積みたいのだ。剣の前に無理やり断崖の剣をねじ込むな。いやでも、ここで研磨して水流連打を打たれたら負けるから、水流連打を読むなら地震を打たないといけないのか。あー、研磨と地震どっちがリスクが少ないんだわ。トニックとリスクヘッジホップやめろ。さて、結局地震を選択したんだけど、アクアジェットを撃たれてしまったからかなりまずいわね。砂かきでドラパルトに先手を取ることはできるけど、地震一発でドラパルトを倒すのは無理だし、この残り HP じゃさすがにドラパルトの攻撃は耐えなさそうだからね。いや、ドラパルトの形次第ではマナチャンスはあるのだ。このドラパルトが全然攻撃に振ってない可能性もあるし。いや、そうは言ってもドラゴンアローを耐えるのは無理。あれ、このダメージならもしかして耐えるのでは。耐えてんじゃねえか。本当に火力に振ってないドラパルトだったみたいね。まあ耐えたのは、サンドパンの防御が高いおかげでもあるけど、そういえば奇跡サンドもオーガポンの攻撃を耐えていたし、サンド一族は意外と侮れない強さがあるのかもしれないね。僕もそう思うのだ。サンド一族やめろ。ふん、どうやらグラードンを名乗るサンドが活躍したらしいわね。でもいくらグラードンでも最強の金殿であるこの私ザシアンに勝てるわけないわよね。唐突に裏切ってきたぞこのザシアン。ザシアンは硬すぎるから、地震で弱点をついても一撃では倒せないのだ。だからザシアンを倒すためにはカウンターを決めるしかないのだ。サンドのカウンターなんてまず読まれないだろうから、ザシアンが攻撃してきてくれたら勝てるかもね。よし、草分けなら耐えられる。というわけでカウンターで倒して僕の勝ちだわ。なんでまたミリ耐えされてるんだ。この光景さっき見た。畜生またくさてやすたるして草分けを耐えるしかねえのだ。この光景もさっき見た。ここで巨獣山か何かを撃たれていたらまずかったけど、草分けなら耐えることができるわね。さあ、もうカウンターを打つ必要はない。というわけで地震でザシアンを突破したのだ。まさかサンドで金殿を倒すことができるとは。嘘でしょ。私が進化前の一般ポケモンに負けた。いやよく考えたら相性不利なグラードンに負けるのは当然のことだったわね。あはははははは。サンドをグラードンと思い込むことで正気を保とうとするな。よし、近年最強と言われるザシアンを倒したので、この僕グラードンが最強だと証明されたのだ。というわけでこのままグラードン一族で無双していくぞ。この後パオジアンにひるまされて負けた。最強はパオジアンだった。さて次の試合、お相手はドラパルトを出してきて、そしてこちらの初手はグラードンか。今回は初手サンドじゃないんだね。お相手のパーティーの暁ガチグマを警戒したのだ。僕は防御は結構高いけど、特防はめちゃくちゃ低いから、奇跡込みでもブラッドムーンは絶対耐えられないのだ。硬いのは物理方面だけだった。さて、まずはサンドパンに繋ぐために砂嵐を選択したんだけど、その前におにぎりで攻撃力を下げられちゃったわね。まあ、やけどしても特殊技のオーバーヒートの火力は下がらないからなんとかなるか。というわけで、次はおわひからの脱出パックで交代するのだ。頑張るのがでかいグラードン。君がちっちゃいだけでこのグラードンは普通サイズなのでは？そういえば、今回はサンドのことを100均のグラードンって呼んでるけど、一般的には色違いグラードンの方がでかいサンドって呼ばれてるんじゃなかったっけ？でかいサンド？つまりこうすれば実質色違いグラードンってこと？ダイマックスででかくなることでグラードンになろうとすな。さて、オバヒを打つタイミングで暁ガチグマが出てきたわね。そしてこちらはオバヒからの脱出パックでサンドパンを出して、サンドパンの助けを盾に剣の舞を積もうと思ったんだけど、よく考えたら先制技の真空波を覚えるガチグマの前で研磨するのは危険だったわ。まあ、お相手がドラパルトに交代してきたから結果オーライなのだ。というわけで地震でドラパルトを撃破できたのだ。研磨を積んだこともあって、今回は一撃で突破できたね。威力も命中も安定した地震をメインウェポンにできるのは強いかも。ははは、僕に任せるのだ。地面タイプのグラードンなだけあって、地面技は得意なのだ。このように穴掘りだって完璧にこなせるし。あ、ポケスタ2のミニゲームか。あったなこんなん。うわー、僕の弱点の水が。いやそれミニゲームに勝って喜んでるんじゃなくて、水で弱点疲れてもがいてたのかよ。で、次に出てきたのはガチグマ。ドラパルトは耐久が低めだから地震で一撃で倒せたけど、ガチグマはそうもいかないでしょうから、ここは氷テラスタルからのテラバーストで弱点をついていきましょう。地面プラス氷技の通りがいいのはマンムーが証明しているし、カイリュ、ランドロス、ブライオンみたいな僕が苦手な相手をテラバで倒せるから、僕と氷テラスタルは相性がいいのだ。でも守るで防がれてしまったか。暁ガチグマの専用技ブラッドムーンは威力が超高い代わりに2連続では使えない技だから、守るでその隙をカバーしている感じなのかな。砂ターンを稼がれちゃうし、食べ残しで回復されちゃってるから、この守るはかなり厄介ね。しかもガチグマもテラスタルしてきたのだ。氷弱点を消されたらテラバーストで倒せなくなるのだ。サンドパンはタスキ持ちだからブラッドムーンは耐えられるけど、ガチグマが真空波を持っていた場合は次のターンに先制で倒されちゃうね。真空波がないことを祈りつつ、通りのいい氷テラバーストを連打するしかないわね。うわぁ、守るは守るで厄介なのだ。そんなに二度も三度も守るのは許されないのだ。仏の顔も三度までなのだ。だから言いたいだけだろそれ。
さて、守った後にお相手が交代して、出てきたのは水オーガポン。この氷テラバーストで倒してほしいところだけど、ギリギリ耐えられちゃったね。砂が切れているからサンドパンでは先手が取れないし、グラードンに交代して砂を再展開する余裕もないから、サンドパンにはここで落ちてもらうしかないか。回復技のウッドホーンを持っているとなると、グラードンを出すとウッドホーンで一気に回復されちゃいそうだし、やけどしたグラードンではオーガポンを倒せないかもしれないから、オーガポンはサンドに倒してもらう必要があるわね。僕に任せるのだ。お相手は何としてでもウッドホーンで HP を回復したいところだと思うけど、ウッドホーンなら確定で耐えられるのだ。というわけでカウンターで反撃すれば僕の勝ちなのだ。よし、カウンターでオーガポンを突破。安定してオーガポンを倒せるのがサンドの強みと言ってもいいかもしれないわね。いやでも、ここからどうするの？サンドはガチグマに先手が取れないからやられてしまうし、やけどしたグラードンじゃガチグマを一撃で倒せないから、ノーマルテラスブラッドムーンでグラードンが倒されて負けちゃうよ。いや、僕に考えがあるのだ。残り HP が少ない僕に対して、連続で打てないブラッドムーンは選ばないだろうから、ここはグラードンに交代するのだ。確かにグラードンへの交代は成立するかもしれないけど、グラードンがガチグマを一撃で倒せないなら交代しても意味がないのでは？いや、僕が生きた状態でグラードンを出すことには大きな意味があるのだ。何のためにグラードンに砂嵐を採用したと思っているのだ。なるほど、そういうことか。グラードンの砂嵐でサンドの砂かきを発動させて、ガチグマに先手を取って自身で倒すという作戦か。いや、僕の特性は砂かきじゃなくて砂隠れだから相手の攻撃を避けて勝つ作戦なのだ。運営じゃねえか。ガチグマは心眼という肝っ玉プラス鋭い目みたいな特性を持っているけど、砂隠れの回避上昇まで無視できるわけじゃないから、サンドがガチグマの攻撃を避ける可能性はあるわね。そうなのだ。避ければまだ勝てる可能性はあるのだ。これが3度目の正直なのだ。1度目と2度目はどこに？さあ、たとえ運ゲーだとしても最後まで諦めないことは大事。というわけで、最後に僕がこのピンチを乗り越えて、この僕グラードンが最強だと証明して、というわけで今回の動画はここで終わりにしたいと思います。平然と締めに入らないで。さすがに避けるのは確率的に厳しかったわね。対戦ありがとうございました。さて、それでは今回の動画は以上になります。今後も対戦動画を投稿していくので、よければチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。ではでは。